日本人の覚醒が世界を変える古神道神官天津千代坂塾塾長の豪根丸彦の本端のことのお話のお時間です天皇シリーズ古代天皇の話を前回いたしましたが一、えー、代目の神武天皇から九、えー、代目の開化天皇までそして今日は十代目の崇神天皇から 16代目の、えー、仁徳天皇ですね、えー、のところまでの話を、えー、駆け橋でしたいいと思います本当はねこの辺りの天皇の物語が非常に面白いんだよねこの物語だけでねもう1時間以上話をしたいところなんですが大体ねどういうポイントがあるのかということだけ天皇の名前と一緒に紹介をしていきたいと思います。 今までのところは決死八代といってね、えー、神武天皇が初代天皇ということが大体これは動かせない事実として、えーまあ、一つ決まり事としてあるんですがその後から開花天皇までが、えー、いなかったんじゃないかということの話を前回しました。そして今回は10代目の須神天皇という天皇です。 えー、実際に実在した天皇はどこからなのかというと、まあ、いろんな説がありますが一つは有力なところではこの「須臣天皇」という天皇は実際に実在した初めての天皇ではないかというそういう見方が非常にあります。 でも素人天皇も52歳から119歳までなってるんだよね。実在したとするとこの119歳というのはまあ半分の年,年齢だというふうに考えられます。でもこの素人天皇は何をした方なのかというとまずね天皇なのに神様に呪われてしまった天皇なんだよね。 えー、これ「須神のスっていうのは「尊い」っていうね敬うというような意味を持った字なんですがでも「たたる」という字に似てるんだよね。た、ま、た、あ、られた天皇なんですよ。そしてこの「たたられた天皇」えー、何にたたられたのかというと、えー、大宮神社の大物主という神様にたたられたとされるんですがその時に息子の水仁天皇に「 このたたられた天皇を、えー、たたられたね、えー、そ,のそのものを、えー、実は天照大御神がたたられた、えー、にたたられたといってこの水仁天皇に、えー、宮中にある、えー、天照大御神の象徴である、えー、鏡をですね持ち出してどこかに封印しろということを命じるんです。 そして水仁天皇の娘である大和姫がその鏡を持って封印の旅に出ます、えー、ということなんだね。 えー、で、えー、その封印をして、えー、封印をするために作られたのが伊勢神宮ということなんだよ。これね伊勢神宮の時にもちゃんと話をしますが、まあ、伊勢神宮って実は本当の伊勢神宮はそういうおっかない、えー、話があるんですね。そして水仁天皇の息子の慶光天皇この慶光天皇はですねかなりいろいろな資料があって。 で私も慶江天皇の本だけで、ね、こんな分厚いね桂江天皇に関する本を、えー、読みました。でこの慶江天皇の時に実際には大和朝廷がかなり大きく発展をするんだねなぜ発展できたのかというと慶江天皇の息子に大和武という、えーまあ、非常に優れたね、えー、武力の強いリーダーがいたからなんだね。 この大和尊が要は北からもうほ、えー、まあ南は、ね、九州から始まって、えー、北はね、えー、と一番奥地ではまだ,まだまだ当時蝦夷と言われていた宮城県の辺りまで行って、えー、そして最後はまた戻る旅の途中に大和尊は事、えー、切れてしまってね、えー、名古屋の近辺でお亡くなりになるというそ,そういう伝説があります。 えー、この話に関してはね大和尊の話をしただけでもかなり面白いので、えー、大和武の時に話をしますそしてこの、えー、慶香天皇はそうやって、まあ、かなりの拡大をしたんですが十三、えー、代目に清武天皇これは慶香天皇のね大和尊は亡くなってしまったんで、えー、慶香天皇の息子がその次の、えー、天皇をね、えーまあ、受け継ぐわけです。 そしてここからがまた大きな問題になっていくんですが、えー、この中愛天皇というのは大和武の息子なんだよね、うん、だから聖武天皇の息子ではなくて中愛天皇という天皇が14代目を継ぐんですがこの中愛天皇は残念ながら謎の死を遂げてしまうんだね。 そしてこの中愛天皇の、えー、に、えー、実は奥さんがいて神宮皇后といいう奥さんがいるんがるだねでもこの中愛天皇は早く亡くなってしまうのでその後に神宮皇后は天皇という名前を使わずに実質上は長い間天皇として君臨するんだよね。えーそして 神功皇后の後に現れたのが。ええ、神功皇后の息子である応神天皇なんです。この神功皇后と応神天皇というのは非常に重要なセットで。 日本の神社の中では八幡宮と呼ばれている非常に多くの神社があるんですけれども4万社以上八幡宮っていうのね日本の神社の中ではえ一番多いのは稲荷神社なんですけども次に多いのが八幡宮ですこの八幡宮を祀っている神様は誰なのかというと神宮皇后と王神天皇なんだよね。 普通はね天皇の方が偉いというふうにされますから王神天皇が、えー、主体のように思われますが実質上は神宮皇后が八幡宮の実は、えー、まあ主祭神の中でも偉い神様なんだよねまあお母さんですからねこの王神天皇のね。でこの話をするだけでねかなり深い話ができます。そして その後に忍徳天皇という天皇が現れるんですがこの忍徳天皇のお墓が昔はね忍徳天皇陵といって前方後円墳というね非常に大きい古墳の中でもね一番大きいお墓があったのがこの忍徳天皇なんです。ちなみにこの忍徳天皇陵という古墳は世界最大のえお墓なんだよね。 えー、ギゼにある、ね、ピラミッドってありますけどピラミッドはね高さがね、えー、一番高い、えーまあ、王様の墓なんですけども任、えー、徳天皇陵は、えーまあ、高さこそ、ね、ピラミッドのにはないんですが面積が世界一なんですね、えー、そのくらいものすごい巨大なお墓を作るくらいの力を持った天皇が古代には、えー、存在していたということなんです。 この忍徳天皇は完全に、えー、要は、えー、それだけの古墳があるということなのでね、えー、古墳時代に活躍をした天皇だということなんですが、えー、これが古代の天皇の中では一番最後のハイライトではないかなと思いままます天皇の話はまだまだ続きます。 えー、面白かったと思う方はぜひ高評価ボタンを押してくださいね、えー、高評価ボタンを押していただけると他の人にもね、えー、チャンネルで現れるようになる、えー、ようなんですね、えー、ぜひ多くの人にね、えー、この本当の話を聞いてもらいたいと思いますそしてチャンネル登録をまだしてない人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします